自主独立を果たさないことには周辺諸国は我が日本国の領土領海を侵犯侵略し続けるでしょう。彼らは中国共産党をはじめ、彼らは日本を侮り、日本を侮り、日本人を侮り、やりたい放題じゃないですか。皆さん、日本の国が植民地であり、アメリカの植民地であり、奴隷であるということを今一度思い起こし、自主独立をしようじゃありませんか。ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年5月10日木曜日です。後期2678年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された西暦ですと紀元前660年を元年としております。ここは東京新宿駅南口です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後6時です。気温は17度。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。言論の自由、報道の公正、ことにこの報道の公正、公正なる報道が極めて危険な状態です。私たち日本の国は言論の自由があり、報道の公正があるはずでした。公正なる報道が極めて重要な私たち日本の民主主義国家において、今日偏向報道、印象操作の報道が極めて多く危険な状態です。公共放送 NHK までもが偏向報道、時には嘘の報道をするありさまです。さて、朝鮮半島問題です。この度北朝鮮にね、拘束されたアメリカ人が3名がアメリカに帰国することができました。この際、この救出のアメリカの飛行機はアメリカから私たち日本の国の横田基地に、より給油しました。そして北朝鮮に向かわれました。そしてその飛行機で拘束された米国の人3人を乗せて米国に帰る際に横田基地に立ち寄り給油し、そしてアメリカに帰りました。私はこのことはね、よろしいことだと思いますが、しかしここにおいてもやはり私たち日本がアメリカの植民地であるということをまざまざと見せつけられました。米国は日本に多くの米軍基地を持ち、そして自由に米軍の意思に基づいて行動しています。これについて私たち日本国民は慣れきってしまったんではないでしょうか。私たち日本人がアメリカの植民地であり奴隷であるということにもはや感じなくなってしまった。よく言われるところの本物の植民地であり本物の奴隷になり下がってしまったのではないでしょうか。私たち日本の国の拉致被害者については何ら進展の兆しが見えてきません。先にトランプ大統領、
トランプアメリカ合衆国大統領にもお願いしに行きました。また最初からね、当てにならないと思いながらも、ムンジェイン大韓民国大統領にもお願いしました。しかし何ら進展しません。これはなぜなんでしょうか。皆さん、北朝鮮にとって、また大韓民国にとって、中国共産党にとって、我が日本国はアメリカの植民地でありアメリカの奴隷だからほっとけばいいんだと、交渉のする必要はないんだという、はっきりとしたね、そういう姿勢で私たち日本に対して対応しています。しからばアメリカは我が日本国を防衛すると、日米安全保障条約、日米地位協定にも出てるように、我が日本国を守るんだと、日本国民の安全を守るんだということを前提にして、この条約が、そしてこの協定があるはずなんです。がしかし現実は、私たち日本を植民地、奴隷としておくためのただ単なる条約であり協定に過ぎません。そして我が国のに今現在の日本国憲法は占領憲法、すなわちアメリカが日本を占領し続け、アメリカが日本を占領し続けるための日本国憲法法典です。これもまさにこの度のアメリカ人、北朝鮮に拘束されたアメリカ人をね、取り返す、その過程においてまざまざと見せつけられた状態です。しかしこの状態について日本のマスコミ、メディアは、もちろん NHK までもがね、報道しようとしません。何かスムーズにことが流れたということだけは伝えます。この現状に私たち日本国民はなぜ立ち上がらないんでしょう。皆さん、結局のところ日本の国がアメリカの植民地である限り、我が日本国の自主独立どころか、日本人の命、生命と財産を守ることができないのです。皆さん、ぜひ何が何でも我が日本の国が自主独立をするために自主防衛をしようじゃありませんか。よくね、軍隊にして、自衛隊を軍隊にしてすると、戦争する戦争する国になるんだということを言う。野党の諸君はすぐに戦争するんだということになる。がしかし、それは大きな誤りであることが、この拉致の事件の問題を見ても分かるように明白です。一国たるもの、自主防衛、防衛力を持って、軍隊を持って防衛に当たらなければ、何ら日本人の、日本国の名誉、そして命、日本人の命、財産、領土、領海を守ることができないんだということが、ここでも明らかになっております。がしかし、これまたやはり繰り返し繰り返し、ここで私が訴えているように、自主独立を果たさないことには、周辺諸国は我が日本国の領土、領海を侵犯、侵略し続けるでしょう。彼らは中国共産党をはじめ、彼らは日本を侮り、日本人を侮り、やりたい放題じゃないですか。皆さん、日本の国が植民地であり、アメリカの植民地であり、奴隷であるということを今一度思い起こし、自主独立をしようじゃありませんか。こんばんは。
ありがとうございます。